来るぐらいの勢いで下げてもいいなと思ったんですけど、もうグズグズすっから切っちゃおう。はい、おしまいです。はい、100ピップス超えたな。この辺で切っちゃいますね。こんぐらいで勘弁しときましょうかね。全これでプラテンです。はい、結局ポンドのが伸びましたね。ぐんと伸びたんでこの足でやめます。もうちょっとでリグイですね。これあのプロコンが普通、あ入った。じゃあ他のもリグイます。全部リグイました。よし終わろう。はい、後悔なしです。はい、バッチリ伸びたでしょ。よし、19時前で200万以上、これで決済です。プロコン一撃決済。こんばんは、及川圭介です。今日はとある日のですね、今22時35分です。FX 天才チャート、ちょっとした機能説明をしていこうと思います。まずですね、こちらが、パーフェクトオーダーシグナル、この星印ですね。これはロングの、緑色はロングなんですけど、ロングの買いシグナルが出てて、このような状態になっていると。この機能はですね、この FX 天才チャートの中でも、非常に優れもの、まあ地味なんですけれども優れた機能だと僕が思っているものをご紹介します。このチャートの左隅にですね、このように指標発表警報というものが、登場します。これあの今まさに動いている、あと1分後にこれ指標発表あるんですけれども、この黄色い字で表示されているのが重要指標ですね。残り分数ですね。この右上のね、今カウントダウンをしていますけども、一番下のこの雇用統計ですね、これが発表されますと。今出ました。はいはい、動きました。はい、こういう形ですね。こういう指標発表の時に、もちろん逆、順側に乗れていれば、大きな利益になりますが、逆に伸びてる時には偉いことになるというのはもうご承知の通りだと思います。ですので、こういった重要指標発表の時に、リが乗っているポジションをあらかじめ、発表前にリグっておくなどですね、そういった対応をしていただきたいと思います。ボラティリティ。これは当日30日平均、90日平均、それぞれのですね、数値、ボラティリティの数値が、しかも東京市場、欧州市場、ニューヨーク市場ごとに表示されます。今はまだニューヨーク市場始まって間もない状態ですから、平均ボラに対して当日ボラが大した数値ではありません。こういった時に、どちらか一方に、相場が触れた時に平均に向かって、いく。ね、そういった目安になります。多くのトレーダーはこれを Excel でね、計算式を作って管理している人が多いと思いますが、この FX 天才チャートでは MT4 に何もしなくとも自動で計算されたものが表示されておりますので、とっても便利です。ブルベアちゃんマーク、これがベア、この下がブルと、ね、ブル相場は上げ、ね、ベア相場は下げ、今、5分足では、下げの、ね、勢いが上がってきてますよと。ただし15分足、1時間足では、上げトレンドでしたよというね、まあ、まさに、これ5分足ですけど、その形が体現されているチャートかと思います。で、今5分足で、弱気転換をしたので、これすなわち売りではないんですけど、そのような形、今から買うのはちょっと大変みたいなね、そういった使い方ができる。まあ、軸となる、この天才チャートの軸となるのはこの緑色の線、カクカクとした線が、基軸ラインになるんですが、この青、黄、赤のね、ライン。これが、5分足上のトレンドを示す。これ信号機の並びですね。ロングの場合は上から青、黄、赤。ショートの場合は下から青、黄、赤。ね。この序列が揃っている時の、相場は強いですよと。ね。で、この序列が狂い出すと、混沌とするので、リグイ場として使うですとか。そういった使い方ができる。で、まだまだ天才チャートのこう秘密というのはたくさんあるんですが、まあ、今日の収益は、まあ、ピップスで言うと60ピップスちょっとは取ってる形じゃないかと思います。それが FX 天才チャートです。
ご覧いただきありがとうございます。この動画の詳しい内容はこのムービーの下のもっと見るの欄の中にある URL をクリックしてください。スマートフォンの方は縦に表示して三角ボタンをタップして動画の説明を表示させ URL をタップしてください。